ビリンスライフ。お腹なのです、お尻なのです、パイなのです、歌っちゃうのです、笑っちゃうのです、踊っちゃうのです、パイなのです、なのですよ。場所を選んでくださいね。ここで良いでしょ。これでいいのさ。お買い上げありがとうなのさ。他に欲しいものはあるのさ。今回は特別に割引するのさ。設定を変えることができます。行きたい場所を選んでください。大学みなアイテムの整理整アイテムの鑑定を行い、アイテムの整理整頓ができます。あみなどちらを確認しましょう。どうかしら。
メガパワー調子力大事なのです。大好きなみんなのため、どんなピンチの時にも手片付けちゃうことはできないけど、どうかしら、どうかしら、お尻なのです、パイなのです、歌っちゃうのです、笑っちゃうのです、踊っちゃうのです、パイなのです、なのですよ。皆さんの秘密がまとめられていますよ。
悶絶したくなること誰でもあるです。そんな時はパイにお任せなのです。気まずい空気分より心配です。行きたい場所が皆アイテムの仲直りでもっと持っているアイテムを確認できます。ダンジョンに持っていくアイテムを整理しましょう。学園ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。冒険するダンジョンを選んでください。どなたが挑戦しますか？はーい、よろしくね。ダンジョンに行く前に温泉に入っていきますか？準備はよろしいですか？よければ出発しましょう。ふなち、頑張ろう。ベルトならいけるよ。
あなたに渡したいものがあるの。私も連れて行ってもらえないかしら。よろしくね。
おや、よく来たのさ。アイテムを買うとこの値段になるのさ。この買い物上手め。この値段ならどうなのさ。オメガパワーが足りないのさ。この値段で買い取るのさ。ありがとうナノさ。店にあったアイテムを買うとこの値段になるのさ。オメガパワーが足りないのさ。アイテムを買うとこの値段になるのさ。オメガパワーが足りないのさ。この値段で買い取るのさ。ありがとうナノさ。店にあったアイテムを買うとこの値段になるのさ。
むむ、この買い物上手め。この値段ならどうなのさ。ありがとうなのさ。またいつでも寄ってみるのさ。ここで良いでしょうか。ここで良いでしょうか。ここで良いでしょうか。Bye.
設定を変え、行きたい場所を選んでください。お姉ちゃん、虫さんがいっぱいなの。冒険するダンジョン。設定を変えることができます。行きたい場所を選んでください。場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。ガラケーの電源
してるんだっけ。このボタンを押すんじゃない。あ、本当だ。ありがとうベル。ひなち、ガラケーでも不自由してないんだよね。うん、そうだよ。じゃあレア度交換しなきゃね。アドレスを表示するにはこれかな。うわ、エッチな画像がいっぱい出てきた。何してるのひなち。これネットに繋いじゃってるよ。戻って戻って。戻る。こう、あれ、動画が始まった。裸の人たちが、私が教えてあげる。ありがとうベル。それにしてもベルフルール女学園っていろんな施設が揃ってるんだね。そうだよ、テニスコート、プール、礼拝堂、植物用の温室、さらには温泉まであるからね。向こうには何があるの？小さな林みたいになってるけど。ひなち、あそこは行っちゃダメ。あの林は、ベルって有名だから。え？ベルって？お化けだよ。そういえばひなち、転校してきた日に不思議な体験したって言ってなかった？もしかすると、それもお化けが。そんなわけないって。だってあの時聞こえた声は私を助けてくれたし。ひなち、もしかしてお化け怖い？全然はないけど、今日はあの林に行くのはやめとこうかな。あ、ひなち、後ろに。引っかかった。あのね、ひなち、今言ったこと全部嘘だよ。向こうの林はちょっとしたお散歩コース、お化けなんて出ないのでした。ベル、ひどい。ごめんごめん、ひなちんの怖がる姿が珍しかったからつい。お詫びに温泉で背中流してあげる。ほらほら行こう。ちゃちゃーん、ひなちんに聞いてみようのコーナー。お？何？私たちこうして友達になれたわけだけど、お互いのことをまだよく知らないでしょ。だからいろいろ質問をさせてもらって、ひなちーと交流を深めたいなと思って。おお、いいよ。ベルのことも後で聞かせてね。オッケー。じゃあまずはひなちーの好きな食べ物を教えて。アップルパイかな。ほうほう、甘いのが好きなんだね。それじゃあご趣味は？スポーツなら何でもやるけど、テニスが一番好き。そうなんだ。
ナーミンもテニスが好きだからいい勝負ができるかもね。じゃあ次は、あ、そうだ、これだけは絶対聞こうと思ってたの。ひなちぃの前の学校は共学だったんだよね。好きな人はいた？え？いないよ、そんなの。ふぅー、ひなちぃ耳まで真っ赤。本当はいたんじゃない？ねえねえ、いない。じゃあ好きなタイプは？これならいいでしょ、教えて。タイプ？ひなちぃって結構デレアだよね。意外なところがいっぱいあって面白いな。次は何を質問しよっかな。強くなるためには仕方ないけど、やっぱり開発は恥ずかしいな。場所を選んでくださいね。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。何をするんですか？庭園をお好きな感じにカスタマイズできますよ。変えたい場所を選んでください。何をするんですか？庭園に置いているものを庭園のレイアウトを変えることができます。どれにしますか？少し待っておけよ。よいしょ、よいしょ。何をするんですか？庭園のレイアウトを変えることができます。どれにしますか？少し待っておけよ。よいしょ、よいしょ。何をするんですか？庭園のレイアウトを変えることができます。変えたい場所を選んでください。何をするんですか？行きたい場所を選んでくださいね。設定を変えることができます。行きたい場所を選んでください。
な。いつもゆゆちゃんにいじめられてるから。そうですね、暁様やオーレンジ様もももをいじめてくださっていいのですよ。そんなことしないよ。もも、ハサミの手入れは終わったか。おう、悪くない出来だ。ももちゃん、汗だくで頑張ってたよ。ご褒美をあげてもいいんじゃない。ご褒美？そうか、ご褒美が欲しいのか。おいもも、ここ磨けてないぞ。下手くそが。最初からやり直せ。ごめんなさい、すぐにやり直します。幸せ。なんか想像してたのとだいぶ違う展開になった。これがゆゆちゃんたちなりの姉妹愛なのかも。愛はよくが深いね。いろいろな種類の種をまいて、いろいろなお花が一緒に咲いた状態にしていただけますか？うん、分かった。やってみるよ。くださいね。行きたい場所を選んでください。冒険するダンジョンを選んでください。どなたが挑戦しますか？はーい。任せてちょうだい。ダンジョンにオメガパワーを持っていけます。ダンジョンに行く前に温泉に入っていきますか。準備はよろしいですか？お姉様と一緒だ。楽しみましょうね、エルネちゃん。
あ、それそれ。この値段で買い取るのさ。ありがとうナノさん。床に置かれたアイテムならこの値段で買い取るのさ。
イテムを買うとこの値段になるのさ。ありがとうナノさ。またいつでも寄ってみるのさ。うんうん。設定を変えることができます。行きたい場所を選んでください。お姉ちゃん、虫さんがいっぱいなの。みんな元気なの。取れた。もっといっぱい遊ぶの。お姉ちゃんたちのおかげなの。ありがとう。どれにしようかなっと。これでいいかなっと。おやおや、よく来たのさ。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。キラキラ、見つけた。行きたい場所を選んでください。ここで良いでしょうか。いいところに来たのさ。ちょっと頼み事をお願いできるのさ。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。あのね、せっかくだからじゃんけんの練習どうかな。
えへへ。そうね、今日はみんなの恋の話でも聞かせてもらおうかしら。放課後を覗き見しましょうか。こちらの方でよろしいですか？やっぱりちょっと喉が痛い。頭痛もする。もしかして風邪？マジないわ、このクソ忙しい時に。とりあえず何か食べなきゃ。あ、ジュリリン。お、ベルちゃん、そこにあるのってもしかして。あ、これお弁当、私が作ったんだけど。おいしそう。ジュリちゃんね、ちょうどお腹ペコペコだったんだ。いただき。私のお弁当を食べた途端気絶しちゃったんだよ。もしかして美味しくなかった？殺人的なまずさだったんだけど。どうやったらこんなゴミ、いやクソみたいな個性的なお弁当ができちゃうのかな。ねー、卵焼きの味付けって
本当にこれでいいのかな。もっと砂糖を足したらどうなるんだろう。からしの方がいいかな。あ、わさび？黒酢はどうかな。あとおみさん。あれ、なんかぐちゃぐちゃになっちゃった。あ、でもこうやって丸めちゃえば美味しそうには見えるかなって感じで作ったら、やりすぎたみたいで、好奇心のままに料理しちゃダメなんだね。ジュリリン、どうしたの？右手をグーにしてプルプル震えてるけど。別に。このスーパーアイドルに、あんなネバネバした変なものを食べさせるなんて。でも落ち着いて。こんなところで切れたらアイドルとしてのイメージが片落ち。あれ？体の調子がいい。さっきまで風邪っぽかったのに。もしかしてこのお弁当を食べたから？まさか。あら、お弁当ですか？とっても美味しそうです。ちょうど小腹が空いてたんだ。よこせ。くっ！なんだこの味は。まず、いや、辛い？違う、甘い？なんだか口の中が変です。でも癖になりそう。おかわりください。ゆゆちゃんたちも元気になっちゃった。人によっては癖になる味なのかしら。天然に沿って変なとこで器用なやつ。でもこいつの弁当は意外と使えそうね。体調が悪い時にまた食べてみてもいいかも。場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。キラキラ見つけた。やった。
きたい場所を選んでくださいね。ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。冒険するダンジョンを選んでください。挑戦しますか？頑張るよ。頑張っちゃ。ダンジョンに行く前に温泉に入っていきますか？よろしいですか？よければ出発しましょう。ひなち、頑張ろう。ベルトならいけるよ。あなたに渡したいものがあるの。私も連れて行ってもらえないかしら。そう、残念だわ。
それ。にゃにゃ、眠いよ。にゃ、えいっと強くなったね。床に置かれたアイテムならこの値段で買い取るのさ。ありがとうナノさん。床に置かれたアイテムならこの値段で買い取るのさ。ありがとうナノさん。店にあったアイテムを買うとこの値段になるのさ。ありがとうナノさん。またいつでも寄ってみるのさ。うんうん。取れたよ。
きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。キラキラ見つけた。場所を選んでくださいね。ここで良いでしょう。どれにしようか。これでいいかな。ここで良いでしょうか。ここで良いでしょうか。
行きたい場所を選んでくださいね。場所を選んでください。ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。花さんたちが気持ちよさそう。私もなんだか眠たく。冒険するダンジョンを選んでください。挑戦しますか？はーい。頑張るわね。ダンジョンに行く前に温泉に入っていきますか？準備はよろしいですか？お姉様と一緒だ。楽しみましょうね、ベルネちゃん。
買うとこの値段になるのさ。ありがとうなのさ。またいつでも寄ってみるのさ。
うんうん。
行きたい場所を選んでください。ここで良いでしょうか。キラキラ見つけた。行きたい場所を選んでくださいね。ここで良いでしょうか。やった。どれにしようかな。これでいいかな。おやおや、よく来たのさ。さて、何が欲しいのさ。これでいいのさ。お買い上げありがとうなのさ。他に欲しいものはあるのさ。今回は特別に割引するのさ。ラビリンスライフ。